こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今回食べますのは明治きのこと野菜の贅沢カレー、2種類のきのこ、平茸、舞茸と大きめに切ったレンコンやさつまいもが入っています。では早速食べてみたいと思います。きのこと野菜の贅沢カレーが出来上がりました。きのこや野菜がゴロッと入ってますね。いただきます。では食べてみたいと思います。まずカレーのソースはどちらかといえば濃厚な味わいです。中辛なんですけど、通常の中辛よりも少し辛めな感じがします。あと野菜ですが、珍しいのはじゃがいもではなくてさつまいもっていうのが珍しいですね。じゃがいもと違ってさつまいもはやはり甘いですね。きのこは平茸と舞茸、そしてさつまいもとレンコン、ちょっと珍しい具材です。ちょうど濃厚なソースと絡まって、とてもバランスがいい感じがします。美味しいです。完食しました。ごちそうさまでした。このカレーの感想ですが、やはり珍しい具材が入っているということで、レンコン、さつまいも、そしてもちろんトマトや、玉ねぎも入っているということなんで、食べてて、とてもヘルシー感があるというか、同時にキノコも入ってますので、たまには食べたくなる一品かなと。味の方もとても美味しくいただきました。はい、それでは次回また明日お会いしましょう。さようなら。ゆるゆるクラブ TV チャンネル登録お願いします。